で、なんか北井さんと知り合ったのは、うん、北井さんがニューヨーク帰り、ニューヨークの個展を終えて帰ってきた時に、うん、次私ニューヨーク個展行きますって言ったら、うん、いいアメリカ人いるよって言って、私英語が喋れなかったので、なんだこの日本語が話せるアメリカ、まっちゃんです。マッシュ、マッシュって言って、ヌーカ、今ヌーカっていう時計屋でかっこいいやつやってる、デザインやってる、マッシュ、マッシュ、マッシュです。こう紹介してもらって、そう、それもでも両方とも、両方ともというか、お二人とも、なんかその会った初めての日、エクスポージャーナイトで初めて会って、その時にその場でこう喋ってて、なんか割と盛り上がってというか、じゃあ紹介してあげるよってなって、でなんか ここは私ラジオでゲスト出演した時に司会だったんですよ。司会でその場で喋った後にそのラジオのなんだ番組が終わって、なんか意気投合していろんな話をしてて、帰りの電車かなんかでじゃあ紹介してあげるよみたいな、そんな感じで今に至るみたいな、はい、なんか誰かを紹介しないとダメなタイプですよ。でも一人じゃ何もできない、これ何もできない。なんか本当今回何もできなくて、期待さんがこう一歩動いてくれるまで何にもできずに、しじまちを持ってたって感じで、なんかしてうつの状態だったらしい。そうそれをね、なんかいろいろ精神的にもちょっとなんかいろいろ相談に乗ってもらって ね、書けなかったんですよ。北井さんがなんかこう盛り上げてくれるまで1枚分まだ書いてなくて、ここからそこまで、ちょっと違う絵も入ってるんだけど、ここ新作で、新作で、そこからその左からここまで、あの縦の2枚の1個隣までが新作なんですけど、結構書いたね。そう書いた、うつだったから、北井さんが同時進行法とか試してみたらとか、いろいろこうアドバイスをしてくれて、で DM まで作ってくれたら、あ、DM かっこいいのができたと思って、なんかこれはちゃんとやんなきゃって、なんか元気になって、そう、火がついて、で、子供に2ヶ月、8月、9月でわわわって書いたみたいな。そうあれは左で書いてるやつは、ね、あれは前の、前のやつ、過去の作品だ。過去の作品持ってきたんですけど、そんな感じで、なんかすごい今回お世話になって、ね、よかったね。よかったね。終わっちゃったみたいな。ずっと噛んだこともあるしちゃうね、魅力と、でも努力が、うん、そうかもよ。でもなんか、ここもすごい助け合っていて、一応助け合ったんだね。恋バナもいつかしようって全然できてないんだけれど、なんかお互い仕事の紹介とかすごいしまくってる感じで、助け合い、助け合い、よくなんか楽じゃないよね。そうだね。床に座っちゃった方がいいよね。座っちゃった方がちょっとゆっくりしてもらって。もうシャンパン開けちゃいましょう。開けちゃいましょう。開けるんですかそれ。はい。冷えてるんで。いいっすよね。皆さんで。行きましょう。僕はね。じゃあ、萌えが。じゃあ、開けてもらいましょう。開けて、開いてるの皆さん、飲みながら買う。ゆるい感じ。よいしょ。じゃあ、いつも、まあ、改めて今日はお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。伊勢くんの紹介をした後に、北井さんの紹介してないよね、まだ。これからやろ。だから、みんなご存知だから。ご存知だからね、ご存知だから。まあ、ちょっと今日はちょっと頑張って、奮発してて、私が奮発じゃないんだけれど、なんか世界のカリスマを2人も呼んだっていう贅沢な締めで、萌えで。萌えで。萌えで。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい冷えてます。うまい。冷えめっちゃうまいし。